セガ。鈴宮春日の直列。始まります。第2弾よ。すべてはこの春日の一言から始まった。真夏に怪談なんてクリスマスに降る雪に匹敵する取り合わせよね。あるはずのない1年10組、迷い込んだら二度とは戻ってこられない人食い教室の伝説。北高の新しい七不思議として SOS 団が調査をするわ。だがこの時はまだ事態の深刻さを誰も理解できてはいなかった。おいおい、冗談。この学校全体の情報結合が、鈴宮春日の書いたエンブレムをトリガー、情報生命体はその活動を活発化させた。あの時と同じ。教室ね、シンプルだけど逆に怖さはあるわ。逃げられちゃうんでしょうか。最初に襲われるのは美女か悪党っていうのがホラーの定番よね。鈴宮さんの言動が現実のこの世界に影響を及ぼす。どういう意味だ。望んでいるんですよ。鈴宮さんは目の前に幽霊が現れたり、本物の怪奇現象が起こることもです。いやー怖いです。なかなかいい表情よ、ミクルちゃん。 SOS 団の活動記録にバッチリ残しておくわ。鈴宮さんの意識を可能な限り
五回目、鈴宮さんが合宿を楽しんでいる間は、事態が悪化することもないはずです。その間に、我々が密かに発生した異空間を処理する。まあ、いつも通りというわけですね。なんだこりゃ、さっきはこんなものなかったぞ。鈴宮春日の発言が異空間に対して影響を及ぼしている。どうすりゃいいんだ、長門。異空間を固定する得意点を全て消滅させなければならない。俺にやれって言うのか。大丈夫、サポートする。マジかよ。太陽と足元を焦がすアスファルトの熱とに、まるでオーブンレンジのように上下から焼かれながらも、半ば命がけでこの駅前の喫茶店へやってきた俺に、開口一番鈴宮春日は夏の日差しよりも突き刺さる言葉を放った。しばらく会わないうちに気が緩んだんじゃないの？しばらくって俺が会わなかったのはわずか数日の話だろう。久しぶりです、キョン君。お元気でしたか？ええ、元気ですよ。朝比奈さんもお変わりないようですね。そうでもないですよ。少し日に焼けちゃいましたし。俺の目には以前のままの透き通。宿題をやったりしました。宿題ですか。よく考えてみたら俺はほとんど手をつけてない。ああ、夏休みの宿題なんてものは。元気？長門、珍しく声をかけてきたかと思ったら、会話の弾みようもない挨拶だな。長門、長門、お前はここしばらくは何をしてたんだ？別に何も。何もっていくらなんでも何かあるだろう。読書。わかった、俺が悪かった。皆さん相変わらず。そういう小泉、お前も爽やかな笑顔を無駄に振りまくな。お待ちしていましたよ。ほんの数日会わなかっただけなのに、どこか懐かしい気がします。俺は別に懐かしくなどない。それよりあんまりくっつくな。ただでさえ狭くて暑苦しいんだ。
界だろ。家族で旅行に行ってたんでしょ。旅先で何か面白い体験しなかったの。資材漏らさず報告しなさい。旅行ってわけじゃないんだが。別に面白い体験なんてないぞ。他の3人は知らんがな。温泉旅館で殺人事件に巻き込まれたりしなかったっていうの。ない。山奥の村で恐怖の儀式を目撃して村人と謎の化け物に追われたりは。あるわけないだろ。相変わらずつまらない夏休みを過ごしてるわね。そんなだから未だに平団員のままなの。もっと広く視野を持ちなさい。大きなお世話だ。数日ぶりにいつもの喫茶店に集まった。そこへかかってきた一本の電話が。よもやあんな事態を巻き起こすとは。この時はまだ誰も予想していなかっただろう。ああすまん、電話だ。ほらトーン、大事な会議中なのよ。だからすまんと言っただろうが。はい。おーキョン、俺だ。なんだ谷口か。切るぞ。目の前に受殺しようかというくらい睨んでくるやつがいるんだが。まあいいから聞けって。お前んとこのお隣さん、いや正確には2つ隣だったか。まあいいや、とにかくご近所にコンピケンだったかがあるだろう。ああ、あるにはあるが。ここの連中が学校で怪奇現象に遭遇したって騒いでたらしい。怪奇現象？なんでまた俺に連絡を取るんだ。あ、そういうの好きだろお前。いや、好きなのは俺じゃなくてむしろ怪奇現象。ねえ今日、今。あ、しまった。やっぱり聞かれ。詳しく説明しなさい。しばらく大した事件もなく気が緩んでいたのかもしれない。とにかく後に俺はこの間抜けな失言を激しく後悔することになる。
ー